んです。よろしくお願いします。トモリーノさんは最近できたばかりのバンドだそうで、楽しみながら演奏したいとのことです。ぜひもう精一杯楽しんで、目一杯楽しんで やってください。お願いします。よろしくお願いします。宮城組に参加するためにバンドを結成してくださったということで、ありがとうございます。 MC の私も腕が鳴ります。よろしくお願いします。お願いします。準備はよろしいでしょうか。はい、はっはっはっは。それではトモリーノの皆さんです。どうぞお願いします。喋っていいよ。
どうぞよろしくお願いします。
せっかく歌わせていただくことになったので大切に歌いたいと思います。では聴いてください。ラブレター。
大丈夫です。大丈夫です。すいません、ここで漫才やってるみたいな。最後の曲なんですけど、これもあの今やったラブレターを書いた、福岡出身で横浜で活動してたあのアーティストです。この人の曲なんですよ。で、まあ二人の共通の友人でもあるんですけど、この君と笑えるっていうタイトルの歌を次にやらせていただくんですが、こういうライブとかあった時に、今日ね、いっぱい8個ぐらい会場があるのかな、あって、こう、ね、PA さんもいたり、受付やるスタッフさんがいたり、あと、ね、いろんなとこにいっぱいいて、お客さんもいて、僕らもいて、みんなでこういうイベントが成り立ってる、みんな笑おうよみたいな感じの歌なので、はい、あの、聴いてください。本人がいつもそんなこと言ってるから。君が笑えた、君が笑えた。
ともりーの様でした。ありがとうございました。